どうです、シャーシャーシャー先生、今回ね、元気の出るレシピレンジで作るラーメン屋さん風のチャーシュー、至高のチャーシューとかもいろいろ出してるんですけど、至高のチャーシューっていうのは時間をかけてトロトロにしたチャーシューなんですね。で、今回はですね、レンジで短時間でできて肉感がすごい美味しいチャーシューです。僕はね、このチャーシューも大好き。前は豚バラでやるチャーシューをやったんですけど、今回は豚肩ロースやる肉肉しい最高におつまみになる、主食にもなっちゃう最高のチャーシューの作り方を皆さんに教えていただきます。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきます。まず豚肩ロースですね。だいたい 400g から 500g、 500g とかでもいいんですけども、前後の量を用意してください。そしてニンニクは1かけ、なんとこれだけ。あとは材料を、もう調味料、醤油、酒、みりん、味の素だけです。ちょっぱやで、はい、20分もあれば作れるチャーシュー作っていただきます。やっぱり時短のチャーシューなんで、時短で酔える酒にしましょう。チャミスルロックです。ストライクです。てつやー、よいしょ、イエーイ、イエス。どんだけチャミスル好きなのこのチャンネルやってきてます。まずね、豚肩ロースフォークで刺すんですよ。これ豚肩フォークで刺してください。これそう、フォークで刺すことによって味が染みやすくなります。で、裏側もウィーもう、あいつを思って、ね、突き刺してください。はい、いろいろありますよね。このめった刺しにやった豚肩ロースを耐熱容器、まあ、僕はね、これぐらいの肉がね、埋まるぐらいのこんなやつがいいですね。あの、コンパクトなやつがいいです。コンパクトなやつにやると、あの、煮汁がこう、上に上がって肉が染みやすくなるのでね。で、ここに、調味料入れていきます。お醤油なんですけども、大さじ4杯入れたいですね。はい、大さじ4杯で、酒大さじ1と3分の1ですね。はい、酒で、まあ、肉の臭みとかを取る役割ですね。あと、みりんです。みりんも大さじ1と3分の1で、小さじ4杯ですね。ここに、うまみ調味料、豚っていうのはイノシン酸が豊富なんですね。あの、お肉なんでね。で、ここにグルタミン酸を入れ込むことによって、あの、非常にですね、旨味の相乗効果が現れます。はい、なんで旨味調味料は入れてください。はい、ここ超有名つけ麺屋さんも入れてます。はい、で、ここにニンニクですね。これニンニクね、潰すだけでいいんで。はい、で、もうこれで OK です。 OK 牧場。じゃあラップします。悪そうなやつは大体友達。600ワット5分、500ワットと6分ぐらいやった方がいいですね。このままラップして加熱します。じゃあ5分後に会いましょう。はい、ということでですね、5分間加熱されました。そして僕も5分間加熱されていきました。これちょっと見て、これ、こんな感じね。はい、で、これだとね、まだ生揚げなんですよ。これ半分しか使ってないので、使う面積を大きくします。だからこれ繰り返して、はい、こう塊ね。で、またラップして、で、これでね、もう一回5分やっていきます。で、5分経ったらまたそのまま5分放置ね。そうすると余熱でグッと中に入っていきますので、チェキな。はい、ということで、チンしてから5分経ちました。そのブツがこちらです。あら、あら、どうですか。漬け込まんでもこれで食えるんでね。で、まあちょっと熱いんで、これでちょっとスライスしていきます。お、完璧ですね。肉質がね、結構ね、あるんでね、薄めにスライスした方が美味しいです、このチャーシュー。お、ほら、どうです。はい、じゃあですね、切りました。で、盛り付けました。で、最後ね、ちょっともう加熱時間が短いんで、最後にこの余ったタレね、ちょっとかけてください。そうすると、味が入りますんで、こちらでラーメン屋さんの
レンジチャージ完成だよ。はい、ということでできましたので食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ今日はエビスになっていきます。からしをつけていただいて、いただきます。あ、これさ、めちゃくちゃうまい。余熱圧15分の方、めちゃくちゃ染みてるね。最後ね、タレかけてるから、それがすごいちょうどいいんでしょ。穴開けてね、染み込むようにしたんでね、肉もトロッとはしてないんですけど、すごくね、肉感のある仕上がりになってます。かといって硬くもないですね。うまっ、味付けが最高なんじゃい。こっからはね、味変換不自然車いきます。森ネギ、森ネギにさっきの茶だれ、ごもりラー油ですわ。いや、これでしょ。ああ、全てのチャーシューを過去にする、そんな味になってます。結構よいしょ。いただきます。よし。うまっ。ラーメン屋さんって言ってる意味がなんか分かる、食べた感じ。なんか硬さといい、なんか食感。あ、おつまみセットね。おつまみセット、メンマとチャーシューと煮卵セットね。これは完璧だね。いやー、さすがだわ。20分でできるね、完璧なチャーシュー、バラでもできる。バラの方が全国共通で売ってるから、そうだね。さすが、考え尽くされた料理、データ料理だから乾だから。豚肩ロースマスター、よっしゃい。ます。ということで今日のチャーシュー屋さんのチャーシューどうでしたでしょうか。もうかなりビールがいけますから、皆さんぜひやってみてください。てつや、最近イラッとしたこと言って。最近イラッとしたこと、某料理研究家社長にチャミスでめちゃくちゃ騙されて。じゃあそれお前が負けるから。騙されてるって、なんかすごい。だからお前も了承の上でやってるのにさ。まあそうですね。どういうこと、無理やり飲ましてないでしょ。その通りだって。ちょっとだから10、前回は14杯目まで覚えてるから、無理やりじゃないよ。無理やりじゃない。闇のゲーム。闇のゲーム。